楽プロデューサーの小室哲哉が15日、インスタグラムを更新し、グローブボーカルで妻の恵子の歌声をアップした。インスタによれば、病気後に作って歌ってみた小室は海の夕日の景色をバックに、恵子の歌声をアップ、一言、一言を大切にしているよ、などの歌詞をしっかりと歌う声に、病気後に、この恵子の肉声にファンは、嬉しすぎます。やっぱり素敵な歌声、涙が止まらない、恵子が恵子になるまで、遠くない、恵子の肉声は昨年12月のテレビ朝日系、徹子の部屋、で小室が出演した際にも披露されており、その時は歌声ではなく、徹子さん、お元気ですか？また今年6月には、小室がツイッターで、恵子が地元の大分で幼い女の子と手をつなぎ笑顔で歩いて、